綺麗ですよね。伝わるかな、この綺麗さが。で、今向かっているのはセントラルから出て、でこちらの後ろに見えるチム山頂を目指しています。ここのなんか上の方に見えるこのオレンジ色のやつは香港フィルがベースにしているところですね。でそこのなんかこの上かな、これがの香港で今一番人気のローズウッドホテルです。すごくなんか今日は天気がいいのでもうすごくいい景色が見えてます。もし私の生徒さんでまだなんか香港に来たことがない人がいたらぜひ来てほしいですね。これこんな感じでなんかフェリーの中こんな感じになってます。でなんかこうすごいレトロで可愛い感じです。でこの間はトラムに乗った時にトラムを撮ったんですけど、こんな感じで船の先頭がなんか怒りとかあって、ここら辺にこう船長さんとかがなんか本当にいたりとかして、すごいいい感じです。で先に見えるさっき言ったオレンジ色のビルの真ん中になんか時計台、クロックタワーが見えると思うんですけど、あのクロックタワーはここに香港に初めて鉄道駅ができた時の終着駅、一番終点の駅 であのクロックタワーがあったところ、駅から今でいうなんかホンハム駅とかウェストカウヌー駅みたいな感じ であのあそこから電車に乗るとずっとパリまで行けたそうです。なんかバックパッカーの私としては絶対に香港のホンハム駅からの電車に乗って、北京まで行って、北京からシベリア鉄道でずっとロシアをね行くのがもともと夢だったんですけど、今ちょっと戦争になっちゃって行けなそうなのでしばらく我慢ですね。ちょっとこんな感じ。今後ろに見えるのが一番高いビルが ISC ですね。一応なんか左が高くて右側がなんか低めのツインタワーになっています。でここが金融街のアドミラルティですね。すごい綺麗ですよ、私の大好きな香港。今ちょうど反対側のスターフェリーが出発するところです。こんな感じ。なんかこんなレポートができるのも香港に住んでいる間だけだと思うので、ビデオいろいろ撮って貯めていきたいと思います。じゃあまたね。じゃあね、見てくれてどうもありがとうございます。またバイバイ。